では一興見ていきます。一興文学部の個別です。自分でもびっくりしたんですけど、統一入試みたいな感じで全学部入試です。はい、キー出してるんで。他はないです。一興のまたやったかったらぜひ教えてください。そうで始まりました、むちゃチャンネル。さあ今回はカオちゃん、はじです。さあ共通テスト終わりまして、はい、はい、いよいよ次第に向けて。そうですね。なんか聞いたところによると、まあ、実は世界史もマークミスしてたっていうね。以上やってました。もう本当にマークミスばっかりやる。もうめちゃくちゃ不利ですからね、入試。上がってるのに全然違う方丸しちゃってみた、 AB とかで。ああ、はい、まあまあまあ、そういうことですよ。分かってても間違えちゃうとかっていうのはよくあることなんで、むちゃくちゃ受験不利ですからめちゃくちゃ不利です。はい、では一興見ていきます。はい、どういって言う、まあ、一応文学部の個別ですね。はい、ああそうだ、文学部は個別試験で受けられる。英検使わないやつの2022年をまず解いてきまして、はい、ね、英語いってみましょう。英語が最初問い1、長文ですね。はい、長文ですが10分の5 はい、全然ダメじゃないですか。いや半分って、いやちょっとなんか衰えてました衰えてっていうかもう、立教の長文で10分の5じゃどうやって総計と戦うのいや読めてたんですけど、なんかじゃ読めてますよ、10分の5じゃ。あ、グリニッチ時計台の話か。で次が長文ですね。で和訳ついてるやつだな。そうですね、うん、で10分の7和訳はできたんですか。これ和訳はそんな難しくなかった。つか問題持ってこなかったのか。問題もこんななっちゃうなと思って。これ見たいじゃん、どんな文だったのか確かにちょっとそれミスりました。はい、続いて文法が8分の6、はい、2問間違えたわけですね。とエンドアップ NG とアドレスの語法をね、はいはい、アドレスはたどる人に話しかける、まあ話しかけるの意味はあんまり出ないんですけどね。まあ、トイックでも1回だけ出たことありますけど、文法結構忘れてるかもなっていう、うん、対処するっていう意味で出ますので、はい、はい、で続いて会話、はい、会話文です。会話が6分の5入れていくやつね。はい、そして最後の、穴埋め、これはこれはそうです、穴埋めで長文中選択肢がないやつ、長文中の穴埋めで。ああ、長文中の自分で考えて入れるやつですね。5分の1ボロボロですねちょっとここまあミス全然できなかった。やっぱりこのようになってアウトプット力がないね。はい、まあ Have no choice but to do はまあ基礎ですね。これはできなきゃダメ。 Do to はまあそっか、文の意味わかんなきゃ無理だね。で Insight into、 これは総計でも出たことありますので知らなきゃダメです。はい、なんとかに対する洞察力ってやつね。ポイントアウトね、はいはいはい、ポイントアウトだと、ね、なんとかだと指摘する。ここで見たらああ簡単だってなるんですけど、うん、急に文の中で入れろって言われると苦手な人は苦手です。これも、はい、出てこなかったです。訓練必要です、これは本当に。次第向けの人たちアウトプットできないから、はい、ということで全体で言うと59分の36、 61%。 長文だけ、まあ、2点から、勝手にやったのね、はい、長文だけ1も2点で、それ以外で採点したわけ。はい、それで59っていうのはどうか出てきた。それはどっか載ってたの、多分こうだって。いや載ってないです。自分でやったの本当知らんけどさ。いやさすがに長文の方が大体配点高いじゃないですか。まあね、それが多いけど 61% で、それがなかったらどうなの。それがなかったでも変わんないと思います。あんまり文法会話はできてたけど、うん、結局最後までできなかった。そうね、最後のやつは全然長文もあんまりできてないんで、うん、あんまり変わらないから。はい、はい、続いて国語いきますね。はい、はい、あ、和辻ね、よく出るね、和辻哲郎。めちゃめちゃ多い。そう、ずっと出てるよこの人。で最初の漢字ですね、これ漢字。でもこれ解説見たんですけど、うん、どっちもできなくてもしょうがないって書いてありました。あ、そうなんだ。で A に関してはもう漢字のひらがな与えられてなくて、うん、自分で埋めろみたいな。そうなの。はい、B はだし、だしだし読めなかった。はい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 、いや、載ってないんですよ参考書に。俺らの時代も出題されてたから、出汁は。本当ですか。はい、山車と書いて出汁を出題されてたよ、漢字の参考書載ってたよ、それで覚えて。いいっちゃ載ってない、今のやつには。たまたまやってたのは載ってないだけでしょ。いや、出汁は出てきたよ。本当ですか。うん、だから予備校でも教えられてこれ出汁だから。はい、で、これが16分の9。もうちょっと、この次から漢字はちょっとまとめて1点にしたんですけど、この回は知らんがな、勝手にルール言われても立教がどうなってるか分かんないからね。まあそうですね。なるほどね。記述は独自配点、3つのうちの2ポイントはかけたよってことね。そうですね。続いて漢文ですね、これ漢文。ああ、8回また出てるじゃん、はい、共通テストでも同じの、はい、6分の4、
はい、にも間違ってるね。続いて古文源氏物語で16分の7、結構間違ってるな。でもまあ難しかったんですけど、まあ、ちょっと最初読み違えると、その後全部ずれる感じの問題出されてたんで最初にずれてという感じです。はい、はい、自分でまたこんなに独自採点は38分の20っていうのはどっから出てきたの。いや、これはもうそのままです。全部1、全部1点。ここ記述はどうしたの。記述1点1点1点で3点にしたってことだよ。勝手にしてるじゃん。いや、さすがに今漢字と同じなわけないだろう。38分の20として、まあ52%、どっちにしろボロボロですね。いや、そこ自分でもびっくりしたんですよ。全然無理。いや、はい、信じられなかった。いや、信じられない。いや、だって国語が得意科目って言ってたのに。いや、世界史めっちゃやる前は、国語が一番できてたんですけど。マーチの国語でこんなに勝てないか。で、続いて世界史。あ、記述が多いね。そうです。書くんだね、これいっぱい。結構、マーチ多かったです、受けるとこ、記述。18分の13。あ、はい、はいはい。誰よ、先生。オクタウィアヌスなんだ。オクタビじゃないんだね。はい、ラーマ5世ね。はい。はい、ユーテラ見てください。出てきてますよ、この名前。はいはい、民族自決ね。大門2が18分の14、はい、これはね、現代のやつが多いのか。シュリービジャヤだ。シュリービジャヤ、東南アジアではめっちゃ重要じゃん。ちょっと出し方が東ティモールね、はい、アユタヤ朝とか、いやいやいや、タイ、いや、これなんか出し方がちょっといやらしかったです。そうなんだ。立教のまでやった方はぜひ教えてくださいね。36分の27と 75%、はい、まあこれはできたと。そうです。やっぱ世界史やってるだけあって、まあ、割と伸びてるなっていうのは、なるほどね、感じました。やってないの伸ばしてください。やってないになっちゃったら困るので。あ、はいはい、まあこれが立教、はい、の分。もう一個あるんですよ、立教。はい、もう一個受けるのが統一入試みたいな感じで、全学部入試です。はい、はい、全学部の方見ていきましょう。最初の方が現代文だね、これね。あ、そっか、立教だから英語はないですね。そうですね、はい、英検利用、はい、あ、英検も何点か言っとかなきゃいけない。英検は2314点。はい、そうですね、準一級で不合格でしたけど、はい、不合格でした。はい、スピーキングはダメでした。で、8分の6、最初が。はいはいはい。まあまあまあ。漢字ですか、見せたのは。あ、いや、漢字じゃないです。続いて、和紙だ。もうめちゃめちゃ出るね、和紙だ。もう超品質。でも、詳しいんですか。自分たちの時だってめちゃくちゃ出た。昔からすごいよ。2022年はどっかの和文英訳にも出てますよね、和紙だはね。次が、現代文8分の 6.5 と勝手にやるの、またね、漢字を。漢字 0.5 点。で、次が、古文です。古文ですね。古本節和集。そうです。ちょっとマニアックですね、うん、多分。で、18分の16と、はい、おお、これは取れてますね。そうですね、やっぱりこっちの方が簡単です、うん、ああ、全然違うんだ、文の独自試験と。全然違います。まあそうですね、それぞれパーセンテージで、葉月独自計算では 81% ですから。はい、なんかもったいないね、これ。わーってなりたいのにさ、みんな、はい、独自計算だから。うー、いやでもここはもうあれです、漢字を 0.5 点にして、それが1点でやりました。続いて世界史いきます。はい、やっぱ書くね、立教。立教書かせていきます。啓蒙思想の啓蒙書けなかった漢字を。いや、出し方がちょっといやらしくて。ハディースとか、難しい単語出てるね。よくできたね。いや、これ協定でもよく出るんで。あ、そうなんだ。対策してたんで、協定対策知ってました。なるほど。リシュリューね、はいはい。普遍戦争、はいはいはい。ヘラクレイトスとかも、まあ、20分の15と大分の1が、はい。そして大門2が、あ、ヘシオドスじゃないですか。ヘシオドス、ちょっと間違えました。世相、もう韓国でも超大事や。そうです、ちょっと朝鮮は手薄め。手薄気味みたいな感じです。18分の14ということで、はい、2つ合わせれば、まあ 76%、はい、これは、はい、全部1点で、うん、これじゃあ時間的にはどう。世界史こんだけ書きだとできちゃう人はすぐ終わるじゃん。いや、結構すぐ終わります。余るってことね。はい、ということで、まあこれだったら、立教どこ統一で統一国際経営出してるんで。他はだけ。いや、国際経営だけ。こっちも、あの、英検利用の方で出しておけばよかったなってちょっと思いました。あ、文学部ね。それだったら絶対受かってるんですけど、国際経営だと多分自分のスコアだと、なるほど、まあ、8割ぐらい。うえー、これ、あの、正解。じゃあそれはミスしたわけね。出願の方法をミスったと、はい、英検2300、まあ、取れない可能性もあるかなと思って、うん、一応個別でもどっちもいけるように出してたんですけど、個別試験の方が圧倒的にむずいと。そうですね、まあ難しかったです。なるほど、はい、はい、という感じで、はい、次の結果です。もう問題を持ってこないというところとか、もう本当に。あ、そうですね、次がちょっと持っていきます。はい、ということでした。はい、はい、果たしてどうなるのか応援してあげてください。はい、はい、ということでした。あと慶応だけ、早稲田ないってこと。早稲田あります。はい、じゃあ次は早慶の結果を見ていきたいと思います。はい、最後一緒ありがとうございました。テキロボチン、ロチン。